梨田正まさたか、1953年8月4日隊は、島根県浜田市出身の元プロ野球選手、監督、野球解説者、野球評論家。1984年より、登録名を、正さとしている。2004年シーズンをもって消滅した、大阪近鉄バファローズの最後の監督であり、選手、監督両方で、同級団の優勝を経験した。 唯一の人物である。北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルスでも監督を務めた。現在は NHK、日韓スポーツで野球評論家を務める。愛称はなし、ナッシー本格的に野球を始めたのは、浜田市立第一中学校入学後で、その際は、身長順に新入部員の守備位置が割り振られ、高い方から3番目だったナシだわ。 強制的に保守を任されたという。また、中学野球部の一年先輩に、三沢敦氏がいる。島根県立浜田高校に進学し、一年秋から保守として活躍。1970年春季中国大会県予選決勝に進むが、ゴーツ工業の三沢敦氏に抑えられ敗退。同年夏の島根大会は準決勝で、安木校に敗れる。 1971年は4番打者として、春夏の甲子園に出場。春の選抜は1回戦で、境で賞に3の4で赤敗夏の全国選手権も、同じく1回戦で、池田高に4から5で赤敗当時は、実家から近い広島東洋カープのファンで、カープからドラフト指名予定である胸を知らされていたが、 結局1971年のドラフト会議で近鉄バファローズから2位指名を受けて入団。1972年から強権を武器に一軍、公式戦デビューを果たす。1973年は8月から聖保守として起用され、52試合に先発。1974年は開幕からレギュラーとして115試合に出場する。 1975年には、有田修造にレギュラーポジションを譲った。しかし、打席で両腕を下げて、体をくねくねと動かすフォーム、こんにゃく打法を開発し勝負強い打撃を発揮。1977年から2年間は、有田との併用が続く。1979年には、聖保守の座を奪回、球団初のパシフィックリーグ優勝を経験した。 広島東洋カープとの日本シリーズは、いわゆる、江夏の21球もあって敗退するが、3試合に、先発し、第6戦では3回に、大野豊か,から2点本塁打を放つ。1980年には、初の規定打席に達し、リーグ連続優勝に貢献。広島東洋カープとの日本シリーズでは5試合に、先発。 第一戦で3安打と活躍するが、その後は1安打に終わりチームも日本シリーズ敗退。この1979年から1981年までは3年連続ベスト9ダイヤモンドグラブ賞を受賞し、その後も長きにわたり近鉄の主力捕手として活躍する。百八十六年以降は肩や打撃面の衰えから山下和彦、国母健治、 高山秀和にスタメンを譲る機会が多くなる。1987年オフに、右肩の手術やアキレス腱痛から球団に引退を申し出たが、大木明監督に留されて、翌年も現役を続行した。1988年に、同学年の福井市徳一と共に35歳で、現役を引退。現役最後の安田は、伝説となった、10.19の、 ダブルヘッダー第1試合の9回表で放った決勝的時代である。なお、最後の試合出場は、同日、第2試合、現役最後にマスクをかぶった延長10回裏の守備であった。1989年に NHK の野球評論家に就任し、近鉄に復帰するまで務めていた。1993年シーズンから一軍作戦権。 バッテリーコーチとして近鉄に復帰。1996年シーズンからは2軍監督を務め、2000年シーズンオフに1軍監督に就任。近鉄は小林茂投手コーチ、真由美明信打撃コーチと梨田の3人を近鉄男前3人衆として売り出し、この3人を起用した近鉄百貨店の広告が近鉄沿線の駅ポスターや 社内中釣りに掲げられた、モロゾフのホワイトデー、イメージキャラクターになったこともある。監督就任1年目の2000年シーズンは再開に終わったが、2年目の2001年シーズンにチームを史上を4度目、球団最後のパリーグ優勝に導いた。同一監督の下で前年再開から優勝を、果たしたのは1975年の再開から、 翌年の1976年に優勝した長島茂を率いる読売ジャイアンツ以来2001年の日本シリーズの前に対戦相手であるヤクルトスワローズの若松努監督と共に写真撮影に臨み緊張の色の隠せない若松監督とは対照的にカメラに向けて笑顔を見せたものの一勝4敗で敗退2002年シーズンは2位 2003年シーズンは3位と、まずまずの成績を残した。2004年シーズン中、同年シーズン限りで、近鉄が、オリックスブルーウェーブと合併し消滅することが決まった。ナシダは、シーズン最終戦の前日に、近鉄の選手に向けて、みんな、胸を張ってプレーしろ。お前たちがつけている背番号は、すべて近鉄バファローズの永久決番だという言葉を、 残している。ナシダは合併の際に近鉄のカラーを残すべく配慮したオリックス側から一軍ヘッドコーチへの転任を打診され監督となった大木明からも遺留されるが選手、スタッフやファンがバラバラになりその進路も決まらないうちに自分一人が残るのは望ましくないと自退した。あくまで 近鉄のナシダとしてユニフォームを脱ぐことを望んだため、9段階3前の10月15日付で対談した。扇からの残留要請を断り、結果的に関西球界で根強い人気を持つ扇の下につかなかったことに対し一部から批判的な意見もあったが、当の扇はナシダの立場や共中に理解を示しており、 梨田自身も、恩師の一人である扇の力にもなりたかったと、扇の死後に解雇した。近鉄で1シーズン以上務めた、歴代監督16人の中で、通算成績で勝ち越しているのは、三原治西本幸雄、扇明、そして、梨田の4人である。2005年からは13年ぶりに NHK 及び大阪日刊スポーツの野球評論家に、復帰。 関西ニュース一番のスポーツコーナーに、レギュラー出演したほか、日本プロ野球、MLB 中継の解説を担当。週刊ベースボールにも連載を持っていた。他にも、2005年7月にアニメ、プレイボールで声優を務め、京橋グランシャトービルや、アーククエストなどの関西ローカルの CM にも出演。2006年6月1日には、 大阪産業大学の客員教授にも就任し、実業家としても、個人芸能事務所、トゥルーマサを設立するなど多方面で活躍している。日本ハム監督時代2008年シーズンから、北海道日本ハムファイターズの監督として4年ぶりに、現場復帰。就任会見では、近鉄が消滅して、自分の居場所がなくなったような気がしていたが、 こうして現場に復帰できて嬉しい。日本ハムは強いチームだと抱負を語った。前年11月25日に札幌ドームで行われた日本ハムファンフェスティバルにて、前監督トレイ・ヒルマンからナシダへの背番号88の継承式が行われた。就任1年目のシーズンはサニでリーグ戦を終了。クライマックスシリーズ第1ステージを オリックスバファローズと戦いに連勝して、第2ステージへ駒を進めたが、埼玉西部ライオンズに2勝4敗と負け越し、日本シリーズ進出を逃した。就任2年目の2009年シーズンは、チームを2年ぶりのリーグ優勝に導く。近鉄監督時代も、就任2年目でチームを、リーグ優勝に導いている。リーグ戦終了後に行われた。 クライマックスシリーズでは福岡ソフトバンクホークスとの第一ステージを制した東北楽天ゴールデンイーグルスを札幌ドームに迎えて第二ステージを戦い4勝1敗と勝ち越し日本シリーズ出場を決めた現役時代を含めて4回目の出場となった日本シリーズでは読売ジャイアンツに2勝4敗で敗れ選手2回監督2回と 計4回全て日本シリーズ敗退。2010年1月、1軍投手コーチに就任したばかりの小林茂が、心不全により急性近鉄監督時代の2004年にも、2軍打撃コーチだった鈴木隆久を急性期間支援で失っている。この年はほぼ中継ぎ経験しかないブライアンウルフを、シーズン途中に先発に転校させなければならなかったり、 二軍で野手が九人しかいなくなるほど怪我人が続出し、一時、借金十四の再開と低迷しながら、小屋の栄一が四番に定着した、交流戦頃から、チーム状態が向上し、シーズン終盤には、クライマックスシリーズへの出場権をかけた三位争いを、演じるところまで浮上。最終的には、貯金七でシーズンを終え、全日程を終了した時点では三位だったが、 チバロッテマリーンズが最後の3試合を全勝すれば3位浮上という状況の中で全勝したため最終的には4位日本ハム5年ぶりの B クラスでシーズンを終えたこの年4位になったことでナシダは監督として全順位を経験した2011年は開幕カードとなった対西部2連戦を連敗でスタートしたものの4月を10勝5敗で 乗り切るなど好調な滑り出しを見せ、シーズン前半は福岡ソフトバンクホークスとに今日を形成し、首位争いを演じたが、終盤に来て9月を6勝18敗1分と、負け越すなどチームの調子が急降下し、最終的には、首位ソフトバンクと17.5ゲーム差の2位でシーズンを終えた。クライマックスシリーズ第1ステージは埼玉西武ライオンズとの対戦となったが、 シーズン終盤の不審をそのまま引きずった格好となりに連敗で敗退。シーズン終盤になって一部メディアで解任説が流れたため自身の挙手についてシーズン途中で異例の9月15日に2011年を最後に監督を退任することを記者会見で表明した。シーズン前から4年目の2011年で降りようと決めていたと語り、 解任ではなく辞任であることを強調する会見となった。日本ハムでは、指揮を取ったすべてのシーズンで勝ち越しているが、複数年指揮を取り前シーズンで勝ち越したのはナシダが、球団史上初である。2011年10月16日時点で、阪神タイガースが、前海明ア監督の退任とともに、次期監督候補として、ナシダの名をリストアップしたが、結局、 球団は一軍打撃コーチを務めていた、和田豊の昇格を決定し、梨田の昇平は見送られた。そのため、再び NHK、日刊スポーツ新聞西日,日本専属の野球評論家に戻って、サンデースポーツに不定期で出演し、同年より、ジョージアシー賞の審査員も務めた。2012年10月10日に、 野球日本代表の野手総合コーチに就任したことが発表された。11月13日に背番号が99となったことが発表された。2015年10月8日、成績不振のため辞任した大久保博士元の公認として、東北楽天ゴールデンイーグルスの一軍監督に就任することが発表された。背番号は自身の希望により、 野球日本代表の野手総合コーチと同じ99。2016年5月17日のオリックス戦で遅延行為により自身3度目の退場処分を受けた。9月6日の埼玉西武ライオンズ1に7から4で勝利し、NPB 史上19人目監督勝利通算700勝を達成した。試合後、記念プレート贈呈セレモニーとファンへの感謝の言葉を述べた。 記念のウィニングボールは、試合終了時のバッテリー松井ゆうき、島本博からサイン入りで、プレゼントされた。ちなみに、チームシーズン通算55勝目だった。この年は、序盤は一時首位に立ち交流戦でも勝ち越すなど、好調だったものの後半に失速し、3年ぶりに、再開を脱出したものの5位に終わった。一方で、球団創設から、 前年の2015年まで年間対戦成績で一度も勝ち越しがなかった西部に初めて勝ち越した。2017年は外国人選手を軸にした攻撃的な打線で8月上旬まで首位を独走したが後半戦で6連敗、10連敗と大型連敗で順位を落とすも球団初の3位入りを果たした。就任2年目で A クラス入りを果たしたのはなしだが初である。 CS では西武を2勝1敗で、ファーストステージを突破するも、ファイナルステージでは、ソフトバンクに2勝4敗で敗退。2018年は日本ハム時代同様、浜田高校の後輩にあたる清水正春を一軍、外野守備総類コーチで招いた。5月25日、福岡ソフトバンクホークス戦で勝利し、監督勝利通算800勝を達成した。しかし、 開幕から低迷し、6月16日の阪神戦の敗戦後に成績不振を理由に監督を辞任。2019年からは4度目の NHK 野球、解説者4年ぶりに復帰。同時に大阪日刊スポーツの野球評論家として活動する。2020年3月25日より、倦怠感を訴えて自宅で静養していたが、同月28日に発熱。 さらに30日には、呼吸困難を訴え病院を受診したが、翌31日に最初に受診した病院とは別の病院で、重度の肺炎と診断され、さらに別の病院に搬送され検査を受け、翌4月1日に2019新型コロナウイルスへの感染が判明した。重篤度が高く、集中治療室で人工呼吸器を装着されての治療が続いたが、 4月17日に一般病棟に移された。5月7日、PCR 検査で初めて2回連続の陰性結果が確認されたことが明らかになったが、これまで見られなかった不整脈の症状が出ていることから治療のため入院生活を続けることになった。5月20日に退院の許可が下り、しばらくの間は自宅で静養して解説者。 評論家活動復帰を目指すこととなった。10月4日の NHK プロ野球で現場での解説に復帰した。温厚で物腰が柔らかく、ダジャレ好きな人物として知られている。しかし、近鉄の二軍監督時代にノックアウトされて、ベンチにグラブを叩きつけられていた、前川勝彦をいめる目的で殴り倒す、楽天監督就任後は、 フェニックスリーグ中に負傷した怪我を放置したまま、オフシーズンを過ごし、キャンプ初日に再発、手術となった、お声類に激怒し、野球を舐めている、ここにいない選手の話題が先行していたら、式にも関わると、記者陣に釘を刺すなど、厳しさや、気象の荒さを露にすることもある。楽天の監督に就任した2015年、11月の、キャンプで、内田康人に、なしだが、 現役時代を行っていた、こんにゃく打法を伝授したエピソードがある。キャンプでの内田の打撃を見て、癖があるとのことによってのものであった。過去近鉄、日本ハム監督時代のいずれも2年目に優勝しており、就任2年目は優勝するという演技がある。要因として就任1年目は、選手の特徴、スキルなど選手たちに何ができるか把握することに努め、 とにかく選手をいろんな場面で試し検証する。選手起用をし、どんな戦い方が一番適しているか方針を決めるという特徴がある。しかし、楽天の2年目ではこの演技は実現しなかった。リーグ公式戦ポストシーズン。ありがとうございます。